二重惑星、二重惑星、二重惑星とは明確な定義は存在しないが大きさの近い二つの惑星が共通重心の周りを互いに交点しているような系のことである。二重惑星を明確に定義できない要因としてはそもそも惑星の定義自体が明確になっていないことが挙げられる。また仮に惑星の定義が明確になったとしてもなお今度は何をもって 二重惑星とするかについて、議論の余地が残っている。二重惑星系と、惑星、衛星系とを区別する基準について、以下にその論点を挙げる。二重惑星を構成する二つの天体は、その質量が似通っているものだと考える人がいる。ただし、質量が似通っていると判断するための式位置に、関しては、明確に決まっていない。つまり、 質量が似通っていることが必要だと主張する人たちの間でも、二つの天体の質量比がどの範囲までであれば二重惑星系と言えるのかが決まっていないのである。通常、衛星の質量は、その母惑星の質量に比べて十分に小さい。例えば太陽系の衛星のうち、水星の直径を超える比較的大きな衛星として知られるタイタンですら、 母惑星である土星と比較すると、その質量比は1、4230に過ぎない。他に、水星の直径を超える衛星としては何目でが知られているものの、母惑星である木星との質量比はさらに小さいため、問題取れない。衛星の質量がその母惑星の質量に、肉薄している例外としては、地球の衛星の月、1、81.3地球質量。 冥王星の衛星カロン1-8.6冥王星質量が知られている。基地の太陽系内の天体の中ではこれらを二重惑星とするか否かが議論されている。二つの天体が二重惑星を形成しているかどうかを判断する指針としてよく利用されるのは、二つの天体の共通重心が、いずれの天体の表面よりも外側、すなわち、 宇宙空間にあるかどうかによって判断る方法である。まず、共通重心がいずれかの天体内部にあればその系は惑星と衛星だと判断し、共通重心を内部に持つ側の天体を母惑星、もう一方をその衛星とする。逆に共通重心が宇宙空間にあればその系は二重惑星だと判断する。これは二つの惑星が お互いの周りを回るという二重惑星の持つイメージと一致する判断基準である。この定義によれば、地球月は共通重心が地球中心から0.74地球半径しか離れていないので惑星、衛星系となり、冥王星下論は共通重心が冥王星中心から約2.0、冥王星半径離れた宇宙空間にあるため二重惑星となる。 しかしこの定義の場合、二つの天体間の距離が判断基準に影響を与えることになる。例えば、地球と月の距離は現在も少しずつ離れつつあるが、地球と月の距離があと1.35倍遠ざかれば、共通重心は地球外に出てしまう。つまりに天体の共通重心の位置による定義に従うと、地球と月自体には何の変化もないにもかかわらず、 距離の変化のみによって、惑星、衛星系から二重惑星系に変わってしまう。さらにこの定義は、主惑星の密度にも依存する。仮に、地球の質量はそのままで密度が2.45倍になれば、地球の半径が小さくなるため地球と月の共通重心は地球外に出てしまう。つまりこの定義に従うと、密度が高い惑星は二重惑星となりやすく。 密度が低い惑星は二重惑星になりにくいことになる。またこの定義は、主惑星の自転速度にも依存する。静水圧平行の状態にある天体が自転すると、赤道付近が膨らんだ、回転楕円体、平ただまとなる。仮に、冥王星が非常に高速で自転し、その赤道半径が2010年現在に予想されている値の2倍を超えると、 カロンとの共通重心が冥王星内に入ってしまう以上のように、2天体の共通重心の位置がどちらの天体内にもないという基準は、二重惑星が持つ質量が似通っているというイメージに必ずしも合致する基準ではないことがわかる。二重惑星の基準をその他に求める例もある。単純な例としては、二つの天体の半径などを比較して、 それらが似通った大きさであるかどうかで判断するというものがある。ただしやはりこれも大きさが似通っていると判断するための式位置にしては明確に決まっていない。また二つの天体の密度が大きく違っていた場合、二重惑星が持つ質量が似通っているというイメージに合致する基準にはならない。他にも、例えば SF 作家のアイザック・アシモフは、 二つの天体それぞれについて太陽を回る軌道が突如軌道であれば二重惑星であるという定義に従って地球と月は二重惑星だとした。地球と月はお互いの重心を交点し合っているため両者が太陽を回る軌道は緩やかな波状にふらつくがその波形の曲がり具合は太陽を交点する軌道の円弧で相殺されてしまうほど小さい。結果として月の軌道も 太陽方向に一つになることはなく、常に外側に一つな軌道であり、太陽の周りを公転する惑星軌道と大差なく、見える点で双方を惑星とみなすというイメージに合致する。ただしこの定義は一般的にはなっていない。そしてこの定義も二天体間の距離に依存し、さらにその惑星が公転している恒星との間の距離にも依存する。しかしこの定義であれば、主惑星の密度や、 自転速度には依存しない。なお、もとより軌道のみを考慮した基準であるため、質量や大きさが似通うというイメージには合致しない。2011年現在、太陽系に二重惑星と呼べる系は発見されていない。基地の太陽系天体の中で二重惑星の候補となり得るのは地球と月のペア、および冥王星とその衛星、カロンのペアである。 地球と月からなる系の場合、月の直径は地球の1、4、質量は1、81である。これは衛星のサイズとしては異常に大きいが、質量を見た場合、地球と似通った大きさと呼ぶには小さすぎる。また地球と月の共通重心は地球の表面よりも内側にあるため、地球と月は二重惑星ではないという見方が一般的である。 冥王星とカロンの場合、質量比が7、1であり、また共通重心が宇宙空間にあるため、定義によっては二重惑星と見ることができる。しかし、そもそも冥王星自体を惑星に含めてよいかどうかについてはかねてから疑問の声があった。2006年8月に開催された国際天文学連合総会では、当初太陽系の惑星として基地の9個にケレス、 エリスと共にカロンを加えることが提案され、これが採用されれば、冥王星とカロンは正式に二重惑星と認定される可能性があったが、結果的にカロンは衛星のまま、冥王星を惑星から純惑星に分類し直す形となった。もし今後カロンも純惑星とされることがあれば、二重、純惑星になるわけである。一方小惑星では、アンティオペ、 アンティオペの直径約87.8プラスマイナス1.0キロメートルであるのに対し、その衛星の直径は約83.8プラスマイナス1.0キロメートルと大きさが似通っているをはじめとして、二重小惑星、連星小惑星が複数発見されている。このような小惑星はありふれた存在だと考えられている小惑星の衛星を参照されたい。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。